するる長距離夜行列列車車びこれれにでで名付けられた列車であるオリエント急行の起源は国際新大社会社により1883年に運行が開始されたパリ・コンスタンティノープル間の列車である。その後、西ヨーロッパとバルカン半島を結ぶ国際新大社会社の列車群がオリエント急行を名乗るようになった。西ヨーロッパ側の起点は パリの他フランスのカレーやベルギーのオーステンデなどがあり、バルカン半島側の終点は、イスタンブールの他ギリシアのアテネやルーマニアのコンスタンツァ、ブカレストなどがあった。これらの列車は出発地や途中の経路により以下のように名付けられていた。いずれも時期によって、区間や経由地は少しずつ異なり、またこの他にも途中駅での客車の並結、分割は 多数行われていた。第二次世界大戦後は、区間短縮や廃止が相次いでおり、2009年時点で残ったのは、ストラスブールウィーン間のオリエント急行のみであった。これは、国際夜行列車ユーロナイトの一列車となっていたが、2009年12月14日に廃止された。第二次世界大戦前まで、これらの列車は原則として、 国際信頼者会社の客車のみで編成されており、西ヨーロッパと東、ヨーロッパアジアを結ぶ列車として、王公貴族や外交官、裕福な商人や旅行者などに愛用された。車両の豪華さに限れば、青列車などの西ヨーロッパ県内の豪華列車に比べ一段、劣っていたものの、西ヨーロッパ人にとっては異文化圏である、オリエントへ向かう列車として、また東、 ヨーロッパやアジアの上流階層の人々にとっては、彼らと西ヨーロッパを結びつけるものとして、名声を得た。第二次大戦後は、航空機の普及や東西冷戦のためこうした性格は、失われ、列車は、通常の二等車や三等車主体の編成に、国際信頼者会社の信頼者が並結されるに、過ぎないものとなった。1971年には、 国際信頼者会社が信頼車事業から撤退し、信頼車は各国の鉄道事業者が保有するものとなった。なお、上記以外の正式名称に、オリエントのつかない列車でも、東西ヨーロッパを結ぶ列車のことを、マスメディアなどが、オリエント急行と呼ぶことがある。一方で、1920年代から30年代の国際信頼者会社の車両を復元した。 観光列車が1970年代以降登場しており、これらもオリエント急行を名乗っている。主なものには以下がある。さらに、ヨーロッパの列車とは特に関係のない観光列車の名称としても用いられている。これには、ベルモンド社がバンコクとシンガポールの間で運行を行っているイースタンオリエント急行、アメリカンオリエントエクスプレス社が所有する。 アメリカンオリエント急行、メキシコを走行する、サウスオリエント急行、中華人民共和国を走行する、チャイナオリエント急行、インドを走行する、ロイヤルオリエント急行が存在する。国際信頼者会社のエンブレム1872年、ベルギーの銀行家の息子であるジョルジュ・ナゲルマケールスは、国際信頼者会社を設立した。 彼は1868年にアメリカを旅行し、アメリカのプルマン社の信頼者に感銘を受け、ヨーロッパでの信頼社会社の設立を思い立った。アメリカ人の大富豪、ウィリアム・ダルトンマンもこの会社の設立を支援し、当時大陸ヨーロッパに進出しようとしていた、プルマン社との参入競争を繰り広げていた。西ヨーロッパとオリエントを結ぶオリエント急行は、 同社の看板列車として計画されており、1880年代初めには、パリウィーン館で、食堂車や豪華寝台車の運行が始まっていた。オリエント急行の開通記念列車は1883年10月4日夜に、パリストラスブール駅を発車し、6日かけて、コンスタンティノープルに到着した。なお、オスマン帝国では、首都のを、イスタンブールと称していたが、 西ヨーロッパでは、救命の、コンスタンティノープルが使われており、オリエント急行の行き先も、救命で、表記されていた。経路は、パリ・シュトラスブルク・ミュンヘン・ウィーン・ブダペスト・オルソバ、ブカレスト・ジュルジュル・セバルナ・コンスタンティノープルで、ある。ただしこの時にはコンスタンティノープルまでの線路は、全通しておらず、国際信頼車会社の車両で運行されたのは、ジュルジュまでで、 ドナウ川を船で渡り、ルセバルナ間は、イギリス資本のブルガリアの鉄道の通常の客車を、利用、バルナ・コンスタンティノープル間は、帰船で、国会を渡った。記念列車は、寝台車2両、食堂車1両、荷物車2両の編成であった。寝台車と食堂車は、ボギー台車を使用しており、 国際新台車会社創業時の二軸車や三軸車からは大幅に乗り心地が向上していた。記念列車には沿線各国の高官や鉄道関係者、ジャーナリストなどが招待されたほか、投げるマケールスをはじめとする国際新台車会社の幹部も乗車した。途中ルーマニアでは国王カロル一世自ら離宮に招待するなど沿線各国で歓迎を受けた。 招待客の中には、アルザス出身で、パリ在住の作家エドモンアブート、ロンドンタイムズ市のパリ支局長、アンリ・ステファン・オペル・ドブラビッツが含まれており、新列車は彼らの筆により西ヨーロッパに紹介された。ドブラビッツは、さらに到着地のイスタンブールで、スルタニアブデュール・ハミト・2世と、西ヨーロッパのジャーナリストとしては、初の単独会見に成功している。 オリエント急行と関連列車定期列車としてのオリエント急行は1883年10月25日からパリジュルジカ間で営業を開始した。連絡する船舶などと合わせたパリからコンスタンティノープルまでの所要時間は81時間41分である。当初は週1便の運行であったが1885年には途中のウィーンまで毎日運行となった。 また1885年からは当初のルートの他ブダペストからベオグラード、ソフィアを経由する列車も運転された。1889年6月には念願のコンスタンティノープルまでの列車の直通運転がベオグラードソフィア経由で実現した。これによりパリからコンスタンティノープルへの所要時間は67時間46分にまで短縮された。 1891年には、列車名の表記をフランス語のエクスプレス D、オリエントから、英語式語順のオリエントエクスプレスに改めた。また1896年には、ルーマニア国内でドナウ川の鉄橋が開通し、ルーマニア方面へのオリエント急行は、ブカレスト経由、コンスタンツァ港となった。直通運転が実現したとはいえ、 オリエント急行の走る東ヨーロッパの正常は不安定であり、インフラストラクチャーの整備も西ヨーロッパと比べ遅れていた。このため列車の運行には様々な困難が伴った。1891年には盗賊団が列車を襲い、乗客を誘拐して身の代金を要求する事件が起こった。また1892年には、 バルカン半島でのこれらの流行のため列車が10日間隔離された。1900年にはベルギーのオーステンデからウィーンに至るオーステンデウィーン急行の客車の一部がオリエント急行に並結されてコンスタンツタ及びコンスタンティノープルに直通するようになりオーステンデウィーンオリエント急行と名付けられた。オーステンデではイギリスからの連絡線に接続しておりこれによってイギリスから バルカン半島方面への所要時間が短縮された。同年には、ベルリンからの客車を、ブダペストで、オリエント急行に並結させる、ベルリン・ブダペスト・オリエント急行が運行を開始したが、こちらは利用者が少なく翌年には、直通を中止している。この頃、オリエント急行を利用できたのは、王公貴族や高級管理、富豪などの、ごく限られた人々だった。 パリコンスタンティノープル間の一等運賃と寝台料金の合計は当時のメシ使いの給料1年分に相当したという。1914年に第一次世界大戦が勃発するとオリエント急行は運休を余儀なくされた。1915年末のセルビアの敗北によりドイツ帝国からイスタンブールまでが中央同盟国の線路でつながるとドイツは 翌1916年1月15日からベルリン及びシュトラスブルクイスタンブール間でバルカン列車の運転を始めた。ドイツはかねてから国際信頼者会社の路線網がパリを中心に構成されており、オリエント急行もドイツ南部を通り過ぎるのみで首都ベルリンを軽視していることに不満を抱いており、バルカン列車はオリエント急行にとって変わろうとしたものであった。 しかし1918年10月には同盟国のブルガリアでの敗退により運行を終えた。オリエント急行とシンプロンオリエント急行をステンデウィーンオリエント急行とアールベルクオリエント急行急戦後、オリエント急行は1919 19年に1月18日からパリウィーンブカレストアルシャワ間で軍用豪華列車として運行を再開したが、 利用できるのは連合国の軍人か軍の許可を得たもののみだった。またパリ・ウィーン間の経路は、ドイツ領を避け、スイスのバーゼル、チューリッヒを経由して、オーストリアに入り、アールベルクトンネルを通って、リンツ、ウィーンに至るというものだった。同年4月からは、パリ・ベネツィア間のシンプロン急行を延長する形で、パリ・ベオグラード間に、シンプロン・オリエント急行が、 シンプロントンネル経由で運行を開始した。オリエント急行をシンプロントンネル経由で運転することは1905年のトンネル開通時から計画されていたが、この経路ではドイツ帝国領を全く経由せず、オーストリア・ハンガリー帝国も南部を通り過ぎるのみだったため、両大国の反発を招き実現していなかった。大戦後は、両敗戦国の国際列車に関する、 発言力は低下し、そもそも領内通貨自体が困難な状況であったため、新プロントンネル経由が採用された。シンプロンオリエント急行は、翌1920年にはイスタンブールまで直通するようになった。1919年6月28日に、調印されたベルサイユ条約には鉄道に関する条項もあり、ドイツは連合国から直通する国際列車を、 国内の最速列車と同様の待遇で通過させることが義務付けられた。他の同盟国と連合国との講和条約にも同様の条項があった。とはいえ、ドイツ国内の線路の荒廃や石炭の不足、さらにフランスとドイツの間で勃発したルール問題のため、オリエント急行のドイツ領通過はまだ困難だった。ストラスブール。 ミュンヘン経由のオリエント急行は1921年5月にブカレストまで再開されたものの運行は不安定であり1923年からはドイツ領を迂回しアールベルクトンネル経由となったミュンヘン経由のオリエント急行が復活したのは1924年11月のことであるまたアールベルクトンネル経由の経路は1931年5月から アールベルクオリエント急行と名付けられた。1930年代は、オリエント急行の最盛期であり、シンプロンオリエント急行がカレー及びパリから、イスタンブール及び、アテネまで毎日運行。オリエント急行が、週3便カレーへパリからイスタンブールブカレストへ、アールベルクオリエント急行が、週3便に、カレーパリからブカレストアテネへ運行された。 この他ボルドー、オーステンで、ベルリン、プラハなどからの客車が途中駅から並結されることもあった。またこの時期、イスタンブールでの終着駅であるシルケジ駅の対岸のアジア側にあるハイダルパシャ駅からはオリエント急行に接続してタウルス急行がトリーポリやバグダードまで運行されており、さらに列車や自動車を乗り継いでカイロやテヘランまで連絡していた。 当時のトーマス・クック時刻表では、ロンドンからテヘラン、バスラまでの時刻が一枚の表に収められていた。第二次世界大戦の勃発により、これらの列車はまず数軸国と中立国の領域内のみに短縮され、さらに全列車が運休となった。第二次世界大戦後のオリエント急行第二次。 世界大戦の終戦後、まず1945年11月にシンプロンオリエント急行がソフィアまで運行を再開し、1947年にはイスタンブールまでの直通が復活した。また1946年にはオリエント急行がパリウィーン間でアールベルクオリエント急行がパリイスタンブールブカレスト間で運行を再開した。 アテネへの直通は1950年に再開している。ただし、これらの列車は座席車や簡易寝台車を含む編成となっており、国際寝台車会社の個室寝台車のみで構成された最盛期の姿はよみがえらなかった。モータリゼーション時代の到来や航空機の性能向上により、オリエント急行を利用する長距離旅客は減少していた。また、 東西冷戦の影響もあり、国境駅での厳格な手荷物検査などが運行の障害となり、所要時間は戦前より大きく伸びていた。この時期、オリエント急行を名乗った列車には、バルト海沿岸から共産圏のみを通って、バルカン半島に向かう、バルトオリエント急行や、西ドイツからオーストリアのタウエルントンネルを通って、バルカンに向かう、タウエルンオリエント急行があった。 1962年には国際列車の再編が行われ、シンプロンオリエント急行とアールベルクオリエント急行はイスタンブールアテネへの直通を中止し、列車名からオリエントの字を外した。これに代わり、パリからバルカン半島方面への座席急行列車に直通の寝台車を連結する形でダイレクトオリエント急行がイスタンブールを呼びアテネへ。 各州2便運行されるようになった。ただしダイレクト、オリエント急行の実態は、各国のローカル列車に老朽化した信頼者が、わずかに連結されているのみであり、停車駅が多く時間調整のための長時間停車もあった。食堂車は一部区間でしか連結されず、当時の旅行機では食事の確保にすら苦労した様子が描かれている。 無論、前線を乗り通す乗客は少なかった。1971年は、国際寝台車会社が寝台車の営業から撤退し、その車両は、ヨーロッパ寝台車プールに引き継がれた。1977年には、ダイレクト、オリエント急行が廃止され、パリ発5月19日、イスタンブール発5月22日の列車が、最終列車となった。 これによりパリ・イスタンブール間の直通列車は消滅した。ストラスブールウィーン経由のオリエント急行は1950年代からパリからブダペストまたはブカレストへの国際夜行列車となっていた。ダイレクト・オリエント急行の廃止後もブカレストへのオリエント急行は運行されていたが2001年6月のダイヤ改正で運行区間をパリウィーン間に短縮し、 ユーロナイト262.263列車となった。これにより、スピードアップが図られたが、食堂車の連結は取りやめられた。2002年11月6日、パリ発ウィーン行きの列車が、フランス国内のナンシー駅発車後、寝台車で火災が発生し12名が死亡する事故が起きた。2004年3月時点でのパリウィーン間直通の編成は次のようなものであった。 その他に、パリ・ストラスブール間と、ザルツブルク・ウィーン間で一等座席車及び二等座席車が、増結されていた。2007年6月10日に、TGV 東、ヨーロッパ線が開業したことに伴い、運転区間が、現行のストラスブール・ウィーン間に短縮され、ストラスブールで、TGV 列車に接続するダイヤに改められたほか、停車駅の大幅な削減が実施された。 2008年12月のダイヤ改正で、オリエント急行の列車番号は468.469と改められた。この時点での停車駅は、以下の通りであるコスト高や高速鉄道網の発展により、この列車も2009年12月12日8時59分、ストラスブール機の列車を最後に廃止された。登場時のオリエント急行は、新台車2両。 食堂車1両、荷物車2両の編成で、寝台車には4人用、個室3室と2人用、個室4室があった。寝台車と食堂車は、ボギー車で、荷物車は三軸車であった。ボギー車は1880年代までのヨーロッパでは、あまり普及しておらず、本格的に採用したのは、オリエント急行が初めてであった。車体はいずれも木製であるが、地域材を使用し、 当時の一般的な車両よりも頑丈な構造であった。また車齢4年以上の客車は使用しないと宣伝していた。20世紀初頭まで国際寝台車の客車には特に決まった形式というものはなく、車両ごとに使用は少しずつ異なっていた。1898年頃に投入された新型寝台車では4人個室移出。 二人、個室七室の構成であった。1907年から国際寝台車会社は、同社発の標準型寝台車である R 型の製造をはじめ、オリエント急行にも使用した。R 型は二人用、個室九室からなり、他に洗面室三室を備えていた。1909年には、R 型の増備に伴い、オリエント急行の寝台車は三両に増えた。 また荷物車もこの頃までに大型のボギー車になった。第一次世界大戦後、国際寝台車会社は1922年から、高性能 S 型寝台車の製造を始めたが、これはまず青列車など、西ヨーロッパの列車に用いられ、オリエント急行で使われたのは1926年からで、ある。これ以降、Z 型、Y 型、LX 型などの新型車両が登場し、 これらもオリエント急行に用いられた。ただし Y 型の仕様は第二次世界大戦後であり、LX 型はシンプロンオリエント急行のフランスからスイス、イタリアにかけての一部区間で連結されたにとどまる。第二次世界大戦後のオリエント急行は、沿線各国の鉄道の保有する二等車、三等車などを主体とした編成に、 国際信頼者会社の信頼者が数量連結される、編成となった。ヨーロッパで初めて簡易信頼車を連結したのは、オリエント急行である。旧国際信頼車会社の客車、第二次世界大戦後のオリエント急行は、戦前のような豪華列車ではなくなった。特に、東王圏の駅停車時には、検問が行われ、客離れが進み、出稼ぎの労働者が多く利用するようになった。 一方、1970年代以降、旧国際信頼者会社の客車などを使用し、戦前のオリエント急行を復元した観光列車が運行されている。古くは1967年に国際信頼者会社自身が、まだ一つのヨーロッパがあった時と題して、豪華列車によるツアーを募集した例があるが、この時は、 料金が高すぎたために客が集まらず実現に至らなかった。1976年3月には、スイス連邦鉄道のワルター・フィンクボナーの企画により、特別シンプロン・オリエント急行と名付けられた列車が、ミラノ・イスタンブール間を走った。同年10月には、フィンクボナーの友人のスイス人実業家、アルバート・グラッツが、チューリッヒ・イスタンブール間で、 特別アールベルクオリエント急行と名付けた列車を走らせた。これは、後のノスタルジーオリエント急行の元になっている。20世紀末から21世紀初頭の時点において、ヨーロッパで運行されているオリエント急行を名乗る観光列車には、以下の3つがある。なお、これらの観光列車で用いられている車両は1930年、前後に製造されたものであり、 スペースや室内設備の機能性などの面では2000年代の新型列車の個室寝台に見劣りするところもある。しかしながら、調度品の質や人的なサービスの充実、車内でのイベント出席の際のドレスコードが設けられているなど、演出としての豪華さのみならず、列車の拡張や風格、ステータス性に関しては、他のいかなる観光列車と比べても際立っている。 また、ニオエ、ビッソとも信頼車は、LX 型を使用しているが、LX 型は本来青列車など、西ヨーロッパ圏内の列車で用いられていた車両であり、国際信頼車会社のオリエント急行では一部区間でのみ、連結されていた。プルマンカーも同様である。スイスのチューリッヒに本社を置いていた、インターフルーク社は、かつての国際信頼車会社の信頼車を購入、復元し、 1976年から観光列車として運転していた。1977年にはこの列車にノスタルジーオリエント急行と名付けた。ノスタルジーを冠したのは定期列車のオリエント急行と区別するためである。ノスタルジーオリエント急行としての初の走行は1977年3月から4月にかけてのチューリヒイスタンブール間であった。その後は 主として、チューリーヒを起点に、ツアー列車として、ヨーロッパ各地を走行した。1983年には、ベニスシンプロンオリエント急行との区別のため、なおノスタルジースタンブールオリエント急行と改めた。匂いの車両を使用して運行された、特別列車のうち、著名なものには、以下がある。1993年、インターフルーク社は、 経営難のために、ニオエを手放した。客車は、同じスイスの旅行会社、ライズビューローミッテルスルガウ社に引き取られたほか、一部は、ロシア企業などに渡った。2002年、ライズビューローミッテルスルガウ社は経営統合に、伴って、ニオエを手放し、スイスの鉄道旅行会社、トランスヨーロップアイゼンバーニエージーに買い取られ、オーストリアで設立された。 オリエントエクスプレストレーンデラックス AG が窓口となって主に団体向けのチャーター列車として運用された。この時期の匂いは、旧国際新大社会社の客車のほかラインゴルト用の客車などより、新しい客車も混ざった編成で運行されていた。しかし、商標登録されていたオリエントエクスプレスという名称の使用権にまつわる。 権利問題が生じ、オリエントエクスプレスホテルズ社と、フランス国鉄から訴訟を起こされることとなったため、2007年、以降は、ニオエという名称での運行はしておらず、オリエントエクスプレストレーンデラックス AG の、ウェブページも閉鎖されている。スイス連邦鉄道の i ク 6, 6機関車に牽引されるビッソビッソの、ブリティッシュプルマン編成会運会社である、 シーコンテナ社社長のジェームズ・シャウッドは1977年にオークションで国際寝台車会社の寝台車を落札し、その後も車両を買いまして、オリエント・エクスプレス・ホテルズ社という子会社を設立し1982年からベニス・シンプロン・オリエント・エクスプレスとして運行を始めた。ビッソはツアー列車としてイギリスのロンドン・ビクトリア駅とイタリアのベネツィア・サンタ、 ルチーア駅の間を結んでいる。ロンドン、フォークストーン館は元プルマン社のイギリス法人が保有していた座席車を使用する。ドーバー海峡はかつては船で渡っていたが、2009年時点では専用バスに乗り換えて、ユーロトンネルシャトルにより、カレーに至る。カレーからは、元国際信頼社会社の車両による編成となり、パリを経由し、ベネツィアに至る。なお、 運行開始時には、パリ・ベネツヤ間は、かつてのシンプロンオリエント急行の経路をたどり、ローザンヌ、ミラノを経由していたが、後に、アールベルクオリエント急行の経路の一部をたどって、ブックス、インスブルックに至り、そこから、ブレンナー峠経由で、イタリアに向かう経路に変更された。これはこの経路の方が遠回りではあるものの、沿線の景色が良いためである。 この他ローマまで運行されることもあり、また、プラハやブカレスト、イスタンブールなどへ特別運行されることもある。ブリティッシュ・プルマン編成は、ビッソの、他イギリス国内のツアー列車にも用いられる。2003年から2006年にかけて、旧国際新台車会社の車両の更新改造が、施され、時速160キロ走行に対応した新しい台車に交換されている。 大陸側では一泊二日の旅だが、ディナーのドレスコードは、フォーマル指定、乗客の要望に対応する、キャビンアテンダントが同乗する上、記念として、列車内にあるポストから手紙を出すことが可能である。プルマンオリエント急行は、フランスのアコーグループ参加となった、ワゴン利車が保有する編成である。編成は、食堂車とサロンカーが主体であり、寝台車はない。主に、 フランス国内で日帰りのツアー列車として運行されている。日本を走行したオリエントエクスプレス881988年には、フジテレビジョン開局30周年、JR グループ発足1周年記念事業として、フジテレビ、東日本旅客鉄道主導の下各国政府、鉄道各物の協力により、ニオへの車両を利用して、パリ東京間で、 オリエントエクスプレス88が運行された。マレーシアを走行中の E&O、ベニスシンプロンオリエントエクスプレスで成功を収めた。オリエントエクスプレスホテルズ社は、東アジアからの顧客誘致を積極的に進めるため、アジアのオリエント急行と題して、シンガポールからマレー半島を縦断し、 タイのバンコクとシンガポールを結ぶイースタンオリエンタルエクスプレスの運行を1993年に開始した。2008年現在、シンガポールからバンコクを2泊3日、バンコクからシンガポールを3泊4日、そしてタイのバンコクからチェンマイを周遊するコースが通年で運行されている。コースの中には空営川鉄橋やアルヒル山道橋を通過する。 区間が含まれる。いずれもヨーロッパのオリエント急行と同系列で雰囲気やサービス、食事も豪華そのものである。なお使用される車両はニュージーランド鉄道省で使われていた日本製の寝台客車、シルバースターを改装したものである。シンガポールに停車中のイースタンオリエンタルエクスプレスシルバースター用客車の大半がタイへ輸出され、 うち24両が、アスベスト除去、塗装変更、機関変更、内装など大規模な改造を受けて1993年9月から営業運転を開始した。2019年現在、展望車や食堂車、電源車を含めた17両編成が、毎年9月から翌年4月まで定期運転についている。中華人民共和国の鉄道では、シルクロード沿いで、 チャイナオリエント急行が運行されている。これは、カナダの旅行会社が、中国国鉄の元基品車を観光用に貸し切り、北京とウルムチとの間で運行を行うツアーの名称で、1990年から行われている。また、インドの鉄道では、豪族マハーラージャの専用列車を復元した、宮殿列車が1995年から、 ロイヤルオリエントトレインの名前で運行されている。これは、デリーからアラビア海に面したマハーラージャゆかりの各地までの約1400キロを7泊8日かけて往復する観光列車で途中各地で下車しての観光が組まれている。オリエント急行の名前を冠した観光列車は北アメリカにも存在する。これらは東洋には関係がないが、 かつての鉄道黄金時代の車両を復元したという点でヨーロッパのオリエント急行と似ている。北アメリカのオリエント急行はに列車存在する。オリエントを関した列車としては上記の一連のオリエント急行のほかアメリカの鉄道会社の一つであるグレートノーザン鉄道のオリエンタル特急という列車を挙げることができる。この列車は 1890年代から1930年代にかけて、シカゴ・シアトル間で運行されていたが、シアトルでは、日本優先の太平洋航路に連絡しており、アメリカと東洋を結ぶ列車として機能していた。この他にも、施設として利用されたものとして、かつて、滋賀県大津市に存在した紅葉パラダイスに、オリエント急行ホテルが存在した。 旧西ドイツの蒸気機関車とワゴンリーの LX タイプ寝台車が数量線路の上に乗った状態でホテル敷地内の宿泊施設として使用されていたが後に老朽化のためすべて解体撤去されてしまったホテルもその後に廃業しているこの施設はセオカッパの書籍にも紹介されたことがあるイスタンブール直通のオリエント急行は上流危険の乗車が多く 東洋に連なる列車であることから、エキゾチシズムを伴った、豪奢な乗り物というイメージが、世界的に広く付遍していた。また国際的な紛争多発地域である、バルカン半島を経由ルートとしており、第二次世界大戦後の東西冷戦下には、イデオロギーの相違する多数の国々を貫通して、運行された。このような特徴は、古くから、 興味深い題材として作家たちの関心を集めることにもなりしばしば小説の走る舞台に取り上げられた。モーリス・デ・コブラの寝台車のマドンナにはオリエント急行をはじめとする寝台列車が登場する。グレアム・グリーンによる群像劇的な小説スタンブール特急はイスタンブール行のオーステンデウィーンオリエント急行が舞台である。またアガサクリスティは 考古学者である夫マックス・マロー1が中東方面に赴く際にたびたびシンプロンオリエント急行に同伴して乗車したといい同急行を舞台としたオリエント急行の殺人を1934年に発表しているこの作品は1974年にシドニール・メット監督で映画化されており蒸気機関車はフランス国鉄が 胴体保存していた 230G-353 を利用した。この機関車は記述の通り、1988年に日本まで走ったノスタルジーイスタンブールオリエントエクスプレスのパリ、発射時のスタートを飾る機関車として、その大役を果たしている。一方、東ヨーロッパ側からは、オリエント急行を批判的に描いた作品も存在する。 ブルガリアの作家アーレコイ・ワニコフ・コンスタンティノフの小説バイガーニュはオリエント急行に乗ったナリキン商人を風刺的に描いている。第二次世界大戦後にはイアン・フレミングがスパイ小説007シリーズの一つとしてロシアから愛を込めてを書いている。作中でジェームス・ボンドはイスタンブールからビジョンまでシンプロンオリエント急行に乗車する。 この小説は後に1963年に、ショーン・コネリー主演で、007ロシアより愛を込めて、として映画化されており、オリエント急行でのシーンも見せ場の一つとして描かれている。また、この列車を題材とした音楽としては、イギリスの作曲家、フィリップ・スパークによる、ブラスバンド編成の作品、オリエント急行が広く知られる。この曲は、 スパークの代表曲の一つとされ、欧州放送連合のニュー、ミュージック・フォー・バンド・コンペティションで第1位を獲得した。急行列車の出発から到着までの様々な場面を音楽によって描いた輝かしい曲奏を特徴とする楽曲である。曲は、出発時、走行時、到着時等における蒸気機関車の走行音、汽笛の音、車掌の笛の音などが描写され、 旅情を伝える一方、中間部では、故郷への教習を想起させるようなやや感傷的な、旋律も登場する。10分足らずの単一学章の楽曲で、オリエント休校の旅を描く、この曲は、後に作曲者スパーク自身の手によって、吹奏楽編成へも編曲されており、日本国内においても、各種学校から市民バンドに至るまで多くの楽団によって、コンサートや、 コンクールなどの場にて頻繁に演奏され、人気がある。このほかジャズ、フュージョンの楽曲にも、ジョー・ザ・ビヌルが、オリエント・エクスプレスという楽曲を作曲している。日本国内で発行された、漫画、月立ての殺人では、物語の舞台となる、夜行列車、幻夜号の車両や接客サービスの参考に、されている。また、オリエント急行を舞台とした、 サスペンス仕立ての漫画マダムプティもある。ギャンブルマイが100万ドルキッドの第65話から第71話ではオリエント急行内でのスタッドポーカー対決が描かれている。ありがとうございます。